世界の車窓から今日から夏のニュージーランドの旅が始まります。南半球のニュージーランドは北島と南島などからなる自然豊かな国。クライストチャーチは南島最大の都市です。38万人が暮らすこの町でシンボル的な存在として親しまれているのがトラムです。中心エリアをおよそ50分で一周。知識豊富な運転手が車内アナウンスでガイドをしてくれます。レトロな街並みに現代的な建物が融合したクライストチャーチ。緑が多いことから別名ガーデンシティとも呼ばれています。街中を流れるエイボン川をイギリス式の小舟でゆっくり進めば美しい花と緑の世界が広がります。次回はクライストチャーチを出発します。世界の車窓から今日はニュージーランド南島クライストチャーチを出発します。南島最大の町クライストチャーチから旅が始まります。1990年代以降多くの旅客列車が廃止されたニュージーランド。現在この国で長距離を走るのは観光目的が主な3つの路線です。その中で1、2を争う人気を集めるのがトランスアルパイン号。南島を南北に走るサザンアルプスの雄大な車窓を楽しめる223キロ5時間の旅です。8時15分帝国通りに列車が出発しました。街を抜けると車窓にはカンタベリー平野が広がります。これから始まる旅にワクワクする乗客の気持ちを乗せてトランスアルパイン号は進みます。明日はカンタベリー平野を走ります。世界の車窓から今日はカンタベリー平野を走ります。
クライストチャーチ駅を後にしたトランスアルパイン号。出発するとすぐにサンドイッチやコーヒーを買い求める人でカフェ車両がにぎわっていました。列車はニュージーランド最大の平野カンタベリー平野を走ります。ニュージーランドは羊の国。その数およそ2700万頭。人口の5倍にもなります。中でもこの一帯は古くから羊の飼育が盛んな場所です。トレバーさんはこの道50年の羊飼い。牧草のある場所へと移動させながら羊を育てていきます。夏に向けての大仕事が毛刈りです。さっぱりして夏を乗り切ります。次回はサザンアルプスを目指します。世界の車窓から。今日はニュージーランド南島サザンアルプスを目指します。トランスアルパイン号の先頭車両に乗客が集まってきました。彼らのお目当ては島を南北に走るサザンアルプスに続く雄大な山並み。列車が進むごとに刻一刻と景色が移り変わってゆきます。列車に寄り添うように流れるワイマカリリ川。サザンアルプスの氷河が溶けて流れているため美しいミルキーブルーの色をしています。ワイマカリリ川に着かず離れず、列車は山の奥へ奥へと谷間を縫うように進んでいきます。トランスアルパイン号は数少ないサザンアルプスを越える峠の地、アーサーズパスを目指します。明日はアーサーズパスに到着します。世界の車窓から。今日はニュージーランド南島の大自然を満喫します。ニュージーランド南島を東から西へ横断するトランスアルパイン号。ワイマカリリ川を越えてしばらくするとアーサーズパス駅に到着しました。
この辺り一帯は国立公園となっていて、本格的な登山から気軽にできるハイキングまで自然を楽しむ様々なコースがあります。ブナの原生林を進むと、幸運なことにニュージーランドで一番小さい鳥ライフルマンに出会いました。歩くこと30分、姿を現したのは落差131メートルの滝デビルズパンチボール。天然のウォーターミストが体も心もリフレッシュさせてくれます。次回はモアナに到着します。世界の車窓から、今日はモアナに到着します。サザンアルプスの峠を越えたトランスアルパイン号。帝国より20分ほど遅れてモアナ駅に到着しました。モアナ駅のすぐ目の前に広がるのはブルナー湖。クライストチャーチなどの都市部から夏休みをゆっくり過ごそうと家族連れが訪れていました。釣りにウェイクボード、カヌーなど、みんな思い思いにウォータースポーツを楽しみます。ニュージーランドの夏のバカンスを横目に、トランスアルパイン号は終着駅グレイマウスを目指します。明日はグレイマウスに到着します。世界の車窓から、今日は西海岸の町グレイマウスに到着します。クライストチャーチを出発しておよそ5時間、車内で知り合った女性たちが会話に花を咲かせていました。トランスアルパイン号の旅も残りわずか。グレイ川が見えてきたら終点グレイマウスに間もなく到着です。広がるグレイマウス。石炭の採掘が盛んなこの土地は翡翠の名産地としても知られています。
サザンアルプスから川の流れによって運ばれてくる緑の石。ニュージーランドではグリーンストーンと呼ばれています。先住民であるマオリの人々は様々な模様を彫り、お守りとして身につけてきました。人から贈られたものはお守りの力が高まると言われ、お土産としても人気を集めています。次回はダニーデン駅を紹介します。世界の車窓から、今日はダニーデン駅を紹介します。ニュージーランド南島南東部に位置するダニーデン。1848年、スコットランドからの移民によって開拓されたこの町には、当時の風情が色濃く残っています。中でもひときわ目を引くのが、100年以上前に建てられたダニーデン駅。当時の繁栄を象徴するかのような美しい駅舎です。豪華絢爛な装飾が施された駅舎の2階に、ちょっと意外なものがあります。ニュージーランドのスポーツにまつわる展示スペースです。人気の高いラグビーをはじめ、世界記録を樹立した様々なスポーツ選手たちの偉業を人々に伝えています。明日はシーサイダー号に乗車します。世界の車窓から、今日はニュージーランド南島のオタゴ湾を走ります。豪華な駅舎のダニーデン駅。ここから多い日には3本運行される観光列車がシーサイダー号です。車両のタイプや数はその日の乗客の人数で決められています。名前の通り、海のすぐそばを走るシーサイダー号。運転席からの眺めは客席とは一味違います。まるで海の中を走っているかのよう。この線路は100年ほど前に海を埋め立てて作られたもの。
より速く走れるようにと入り組んだ海岸線に直線的な線路が敷かれたのです。絶景を楽しめる列車シーサイダー号はワイタティ駅を目指します。次回は車内の様子を紹介します。世界の車窓から、今日はシーサイダー号の車内の様子をご覧ください。海沿いを走るシーサイダー号は子供たちにも人気の列車です。昨日4歳の誕生日を迎えたばかりの男の子。鉄道好きの息子に今日の列車の旅は家族からのサプライズプレゼントなんだそう。ダニーデンを出発しておよそ40分。景色を眺めていたらあっという間にワイタティ駅に到着しました。駅といってもプラットホームはなく、ここで乗客はおりません。座席を進行方向に回転させ、行きで海側だった乗客と陸側だった乗客が入れ替わって座り直します。行きも帰りもみんなで車窓を楽しむ観光列車です。明日はオタゴ半島を紹介します。世界の車窓から、今日はニュージーランド南島オタゴ半島を訪ねます。沿いを走る人気の観光列車シーサイダー号。海の向こうに見えているのはオタゴ半島です。この半島は野生動物たちの宝庫。珍しい海鳥やオットセイの赤ちゃんなどを間近に見ることができます。中でも圧巻なのが、翼を広げると3メートルにも及ぶロイヤルアルバトロス。コロニーがあるロイヤルアルバトロスセンターでは、卵を抱えた親鳥たちにも出会いました。
野生動物の営みが見えるニュージーランドの列車の旅はまだまだ続きます。次回はファーマーズマーケットを紹介します。世界の車窓から、今日はダニーデンのファーマーズマーケットを訪ねます。ダニーデン駅の様子がいつもと違っていました。ここでは毎週土曜日の朝、プラットホームと駅の駐車場を利用してファーマーズマーケットが開催されています。みんなマイバッグを持参。こちらの店ではお客さんが袋から卵のパックを出して渡しています。回収したものは全て再利用しているのだそうです。さらにマーケットの入り口ではカフェで利用できるように無料でマグカップがレンタルされています。気がつくとタイエリ峡谷鉄道の出発時刻が迫っていました。タイエリ川沿いの絶景を楽しむ往復116キロ、およそ4時間の旅が始まります。次回はタイエリ峡谷を走ります。世界の車窓から、今日は険しいタイエリの谷間を走ります。ダニーデン駅を出発したタイエリ峡谷鉄道。町を過ぎ、山あいの景色に変わってくると現れるのが、長さ197メートルのウィンガトゥイ鉄橋。橋を渡ると列車はタイエリ川沿いを山肌に張り付くように進んでいきます。車内で仲睦まじい夫婦に出会いました。出発から1時間半、途中駅のヒンドンが見えてきました。10分ほどの停車時間に乗客は記念撮影を楽しみます。
明日はプケランギに到着します。世界の車窓から、今日はタイエリ峡谷鉄道のプケランギ駅に到着します。ヒンドンを出発したタイエリ峡谷鉄道。この一帯は谷が険しく、近くに道路が走っていないため、鉄道だからこそ楽しめる景色が広がります。目指すのは折り返し地点のプケランギ駅。プケランギとは先住民マオリの言葉で、天空の丘という意味。景色がなだらかな丘陵地に変わってきました。駅では機関車が移動して進行方向を転換します。ほとんどの乗客はダニーデンまで乗車して、再びタイエリ峡谷の景色を楽しみます。次回は蒸気機関車を紹介します。世界の車窓から、今日はオアマルの蒸気機関車を紹介します。ダニーデンから北へ車で1時間、ちょっと謎めいたスポットがあります。カルシウムや炭素物質が固まってできた丸い石。およそ6500万年の時の流れが生み出した風景です。この海岸から北へ40キロのところにあるのがオアマルの町です。良質な石灰石が取れることで知られ、町には趣のある石造りの建物が多く並んでいます。この小さな港町で愛されているのがオアマル蒸気鉄道。およそ100年前にイギリスで作られた古い蒸気機関車です。ボランティアたちの手で毎週日曜日に運行されています。明日はオアマルの街を走ります。世界の車窓から、今日はニュージーランド南島の
蒸気機関車をお楽しみください。ボランティアたちによって運行されているオアマル蒸気鉄道。ハーバーサイド駅から港の先にあるクオリーサイディング駅までおよそ7分、1.5 キロの小さな旅です。まるでおもちゃ箱から飛び出してきたかのような可愛い鉄道。駅を出発するとすぐ蒸気機関車のオブジェの前を通り過ぎます。ここは蒸気機関をモチーフにしたアート作品などが展示されるギャラリースペースです。終点クオリーサイディング駅に到着したら、ハーバーサイド駅までは後ろ向きで戻っていきます。次回はオアマルの人気者に出会います。世界の車窓から、今日はオアマルの人気者に出会います。小さな港町を走るオアマル蒸気鉄道、終点クオリーサイディング駅に到着しました。この駅からすぐのところにオアマルの人気者に出会える場所があります。ブルーペンギンコロニー。ここには世界最小のペンギン、ブルーペンギンの巣があり、海から帰ってくる様子を見ることができます。夏の夕暮れ時、日が落ちるのをじっと待ちます。午後10時ごろ、最初のペンギンが姿を現しました。ブルーペンギンは仲間が集まったら一緒に動き出します。明日はクライストチャーチを巡ります。世界の車窓から、今日はクライストチャーチの街を巡ります。Let your love flow down.
様々な色のレトロなトラムが走るクライストチャーチ。イギリスの雰囲気を感じさせるこの街に、日本とゆかりの深い場所があります。神の大聖堂。2011年の地震で被害に遭ったクライストチャーチ大聖堂の代わりに建てられた仮設の教会です。建物には特殊加工を施した紙が使われています。手がけたのは日本の建築家坂茂さん。世界中の被災地を建築で支援してきました。温かみのある雰囲気が愛され、大聖堂の修復後も残されることが決まっています。車窓には姿を変えていくクライストチャーチの街並みが流れていきます。次回はコースタルパシフィック号に乗車します。世界の車窓から、今日はコースタルパシフィック号に乗車します。朝6時過ぎ、朝焼けに空が染まる頃、クライストチャーチ駅にはすでに乗客が集まっていました。コースタルパシフィック号はカンタベリー平野を抜け、海岸沿いを走る人気の観光列車です。終点ピクトンまで6時間半の旅が始まります。出発を待つ車内で、ある家族に出会いました。お父さんは車を走らせ、途中駅のカイコーラで合流するのだそうです。海岸線に出るまでは、牧草地と山並みが広がるのどかな景色が続きます。明日はカイコーラに到着します。世界の車窓から、今日は海沿いの町カイコーラに到着します。クライストチャーチを出発しておよそ2時間半コースタルパシフィック号の車窓から海が見えてきました。
10時15分、ほぼ定刻通りに列車は海口浦駅に到着しました。海口浦はホエールウォッチングの名所として知られる街。駅舎が受付カウンターになっています。 95% の確率でマッコウクジラに出会えるという人気のクルージングツアー。次回は沿線の食を紹介します。世界の車窓から、今日は海口浦の海沿いを走ります。コースタルパシフィック号は海口浦の海のすぐそばを走ります。先住民マオリの言葉で、貝は食べる、コウラは伊勢エビ。海口浦はその名の通り伊勢エビの産地です。沿線にその味を堪能できる小さな店を見つけました。おすすめはガーリックバターを塗って蒸し焼きにしたもの。朝取れたばかりの新鮮な伊勢エビを潮風を感じながら味わいます。明日は海岸線を走ります。世界の車窓から、今日はコースタルパシフィック号に乗って南島の北東部を走ります。海口浦を出発し、海沿いを北上するコースタルパシフィック号。乗客を魅了するのは美しい景色だけではありません。車内でカメラを構える男性に出会いました。彼が撮っていたのはニュージーランドオットセイ。
コースタルパシフィック号は海の生き物と出会える列車です。ちょうどこの時期は子育ての真っ最中。沿線では親子の様子も見ることができます。コースタルパシフィック号は次第に内陸へと入り、終点ピクトンを目指します。次回はピクトンに到着します。世界の車窓から、今日はピクトンに到着します。海岸沿いを離れたコースタルパシフィック号。すると突然現れたのは白い大地です。これは塩田。長い日照時間を利用して塩が作られています。そしてもう一つ、この一帯に太陽がもたらす恵みがあります。ワインです。日の光を浴びたブドウ畑のすぐそばをコースタルパシフィック号は走り抜けます。クライストチャーチを出発しておよそ6時間半、終点ピクトンに到着です。ニュージーランド南島の北部に位置するピクトン。町の北側にはマールボロサウンドと呼ばれる入り江が広がり、美しい原生林と海岸線が人々を魅了しています。またこの港は北島にある首都ウェリントンへ向かう海の玄関口になっています。明日はマールボロフライヤー号に乗車します。世界の車窓から、今日はマールボロ地方を走る蒸気機関車に乗車します。日曜日、ピクトン駅のホームは朝からにぎわっていました。今日は30キロ南にあるブレナムまで蒸気機関車マールボロフライヤー号が走ります。乗客の顔にはこれから始まる列車の旅に笑顔がこぼれます。午前9時40分、汽笛の音を合図に列車が出発しました。中には楽しさ余って
100年以上前にニュージーランドで作られた蒸気機関車。昔と変わらず運転席では30秒に一度石炭がくべられます。次回は車内の様子を紹介します。世界の車窓から、今日はニュージーランド南島の北部を走る蒸気機関車をお楽しみください。出発したマールボロフライヤー号。車内にギターを持っているスタッフがいました。ニュージーランドの先住民マオリの血を引くネビルさん。歌っているのはマオリの有名なラブソングです。お客さんみんなで歌うことで特別な思い出になればと、ボランティアで車両ごとに歌い歩いているのだそうです。明日はブレナムに到着します。世界の車窓から、今日はニュージーランド南島の北部ブレナムに到着します。ワインの名産地マールボロ地方を走るマールボロフライヤー号。車窓にはどこまでも続くブドウ畑が広がります。ピクトンを出発して50分、ブレナムに到着しました。駅舎がワインステーションというバーになっていて、80種類ものワインを気軽に飲み比べできます。この一帯は日照時間が長く寒暖の差が大きいブドウを育てるのに適した土地。周辺にはワイナリーが点在しています。去年収穫したブドウは出来が良く、2018年ものは生産者も満足のワインに仕上がったそうです。
saying I still want you. One minute you say you want to you, then you're telling me you can't breathe. Well, you should set me free. 次回はクライストチャーチへ向かいます。世界の車窓から、今日はピクトンからクライストチャーチを目指します。南へ向かうコースタルパシフィック号、カイコウラ周辺の海沿いを走るのは午後5時半ごろ。車内の人々は思い思いに夕方の時間を過ごします。ニュージーランドの夏は日が長く、人々はその時間を楽しみます。彼らがプレーしているのはタッチラグビー。タックルの代わりに相手の体にタッチする気軽にできるラグビーです。そして汗を流した後は仲間と交わす一杯。明日はクライストチャーチに到着します。世界の車窓から、今日でニュージーランド南島の旅が終わります。クライストチャーチに向かうコースタルパシフィック号のカフェ車両がにぎわっていました。到着予定は夜の8時半。車内で夕食をとり、残り少ない列車の旅を楽しみます。車窓が夕焼けに染まる頃、にぎわっていたカフェも閉店。もう間もなく終点のクライストチャーチに到着です。クライストチャーチから始まったニュージーランド南島をめぐる1100キロの列車の旅が終わりを告げます。
次回からオランダの旅が始まります。